おはようさん。リーゼントデカこと秋山です。まあ、秋山さんにはちょっと心苦しい事件が昨年ありまして、愛知県の岡崎署、そこの留置場でですね、死亡した男性が見つかったと。監視カメラを見てみると、警察官が暴行を加えている姿が映っていたということで、署の幹部がベルト手錠と、まあ、縄ですね。で、手足を拘束し、蹴るなどの様子が映っていたんです。他にも複数の署員が足を使い、裸で横たわる男性の体を動かしたり、手錠を持って引きずったりする。で、仰向けで保護室の便器に後頭部を突っ込んだ状態で署員が水を流した。まあそういう疑いもかけられてる。で、男性は精神疾患と糖尿病の持病があったんだけど、医師の診断を受けさせないで薬も与えなかったと。拘束は延べ140時間以上。で、その間ずっとベルト手錠っていうのは外されることなかったと。まあ死因は腎不全。そうですね。警察を捜査する監察課が捜査中と思われますけど、特別公務員暴行陵虐罪で、もうすでに、留置場の方のね、ガサ、強制捜査を実施してます。さっき結論会話したらもうこれ、あかん。相当腹立ってやったんだろうな、これ。これは、殴ったり蹴ったりの、この暴行だけで済まんでな。これはやるすぎ。これはね、多分ね、留置場入る被疑者によってはね、おとなしいやつもおるし、中にやっぱ暴れるやつもおるんですよ。留置場の中で。蹴ったり殴ったりね。で、それを制止するっていうのは監視の仕事なんよね。うん、当然、硬い壁に頭、バーンってする被疑者もよく見てきた。それとか、バーンってこう壁殴ったりとか、格子を蹴ったりとか。まあ、この施設を壊すっていうよりも、その人間がケアするでしょ。被疑者本人が。だから、その暴れとるのを制止するっていうのは、これは当然せないかもね。ただ、くくったままとか、便器の上でつけたりとか、二人で踏んだり蹴ったりする裸のまま、拘束を何十時間もやる。これはやっぱり行き過ぎ、してはいけん。やりすぎやね。これは完全に特別公務員暴行陵虐罪に該当します。ただ、死亡が発生した。暴行によって因果関係がなかったら、致死っていうのはなかなか難しいかもわからんけどね。まあ部屋が何本もあるでしょ。だから大体暴れるやつっていうのは、まあ特別な部屋があるわけです。それはモニターがついてるんですよ。カメラが。で、そのカメラが当直室まで見えるモニターがあるよね。暴れたらやっぱり制止せないかんから。それとか、対面監視って言って、暴れるやつはもう前でね、24時間ずっと座ってこう対面監視する場合もあるんです。こういう危険な被疑者についてはね。だから、本件も何人も幹部もやったり何人もがやったんで、ほんまにこう相当暴れようった事情はあったかもしれへんけど、きちっと制圧するに留めてほしかったね。もう言うことも関し、もう中で暴れるし、もう静かにせえって言ったら、やましょ、ほら、みたいに言われた。もうカカカカお前さんも来たぞ。けど俺は冷静にやらない。強制力を持った仕事をしよるんで、やっぱり、ああじゃこうじゃ言われるっていうのが警察の仕事なんですよ。相手がなんぼばーわー言うだって、その冷静で抑える。それが警察官の任務なんでね。実際その拘束っていうことで言うと、ルールっていうのはあるんですか？暴れたり、ほんま、もうどうしようもないやつっていうのは、こう、拘束する特殊な服みたいなのあるんですよ。ああ、寝袋みたいなやつですね。そう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 。これは、署長に許可を得てやるんですよ。夜中だろうが、24時間そういうことがあったら、その署長に連絡して、所長の許可を得てやらない。じゃあその現場がやっぱり防音の保護室になったということは相当やっぱりわめいたり暴れたりしてたっていうことですよね。確かに夜中にね、酒酔い運転で逮捕されて入ったら、もう夜中に、やんごらーほーって言ったら、その一つの留置場の中に部屋がこう、もう壁一つで部屋があるじゃないですか。ほら、おとなしいやっぱり被疑者なんかはもううるさいわ寝れんわっていうやつも絶対おるんですよ。だから、この、入っとる他の留置に入ってる被疑者が、やかましいお前、静かにせえ、みたいなのもある。監視さんもあれ、静かにさせてくれ、みたいな。わんわん、もうわしも寝れんわ、明日大事な引き当たりがあるのはうるさいわ、みたいなね。これはもう留置所の中でそういうトラブルじゃ絶対あるんですよね。けど、警察官庁はね、どんな時にも冷静沈着に、職務を全うするっていうのは警察官の仕事なんでね。暴れとるやつを抑える技術。
だから武道ができるね、警察官っていうのは、やっぱり体力も必要やし、怪我ささんような技っていうのが大事なんですよ。殴ったら蹴ったらその、ほらのチンピラと一緒なんで、やっぱりきちっと制圧できる技っていうのを常に覚えとかないか。これとね、警察官も人間やし、1年生と10年生、20年生、30年生、40年生は経験の度合いが違うんで、警察官だから全ての仕事ができるって、そうじゃない。やっぱり一人一人の警察官の力量、センス、知識、みんな違うわけですよ。まあだから、42年間わし署長で辞めたって言って、現行犯逮捕したことない警察官もおるわけですよ。そういう任務してなかったら、逮捕状請求したことのない警察官もおるわけ。その経歴によって警察官の力はもう雲泥の差で出てくるわけ。だから私から言わしたら経験もない、知識もない、実績もない。こうなってきたらそういう余裕がないんですよ。やっぱり立派な警察官っていうのは経験をいっぱい踏んできて、まあ、失敗を恐れずにね。で、力をつけて、知識もつけて、そしてきちっと治安を維持するっていうのが警察官のあるべき姿だよね。まあそういうことで言うと、今回の暴行を加えてたのが、署の幹部っていうのが書いてありましたが。幹部ってまあ、警部団だろうな。それを一緒になってやってるっていうのはどうなんですか？私からしたらバカだれやね。警部になって、それをもしやっとったら、俺はもう全責任取らないか。それと、監督、宇宙一もやっぱり次長ぐらい。次長っていうのはそういう留置のトップですからね。署の副署長なんかも、監督責任は。当然追うべきね。死んでますからね。我々の時代はやっぱり先輩もこれ厳しかったし、今みたいにパワハラっていうこともなかったんでね。事件に強い警察官になれって今言われたんで、これはもう必死だったんですよね、みんなね。我々の時代はね。けど、平成13年ぐらいからね、いろんな警察の不祥事ができて、警察改革っていうのができてね。もうこれは180度変わる。こうなってきたら今度幹部が抑えることしか要しない。行け謙虚まいっていうよりも、これをするな、こんなことしたらあかんってもう抑えてするんで、そういう弱い警察官が増えてきたんですよ。だから留置場で暴られただけで腹立つ。暴れる奴が入るとこが留置場なんで、どんな人間でもね、犯罪者でもとうとう命はやっぱり守らないんだけどね。この特別公務員っていうのは、裁判官とか検察官とか警察官、それを補助する。要は身分犯って難しい言葉で言うと身分犯なんですよ。普通の公務員でないんですよ。県庁のね、公務員とか市役所の公務員とかではないわけ。そういう事件を扱う特別な公務員、身分犯。これが特別公務員なんですね。で、被害者側っていうのは被告人とか被疑者。要は、その裁判官とか検察官とか警察官に担当されとる事件の被告人とか被疑者。これが一般に歩いている全然他人の人では事件は成立しませんね。で、これはあくまでも私的なあれじゃなくて公務中。特別公務員が犯罪に関係ある人間に対して、その公務中に暴行、殴ったり蹴ったり、突き飛ばしたり、そういう暴行を加えた場合に成立する事件だよね。例えば、こういう裁判例があるんですよ。刑事さんが取り調べ中に被疑者に対して、上手に言いながら、胸触って強制わいせつみたいなことをする。これも、特防でね、成立したっていう判例もありますね。警察には独特な留置場っていうのがあるでしょ。その留置場っていうのは被疑者を監視する、監視と護送する任務があるわけですよ。じゃあ次にね、この警察留置場について解説したいと思います。全国警察の警察署の中に、まあ大きいところ本部の中にもあるんですけど、留置場ってのがあります。一部屋が、まあ3畳から4畳ぐらい。まあ基本的に一人を収容する。で、署によっては、部屋が 5室ぐらい。広いところだったら2階で20室ぐらいあるところもあります。その、警察署の規模によって部屋の数が違ってきますけどね。で、格子のあって鍵のかかるところの部屋に青畳があって、そこにトイレ付きなんですね。で、監視者が最低2名。これ警察官なんです
そこの、例えば A 警察署の監視をする留置係、24時間で交代で部屋の被疑者を、まあ、巡視する。まあ、中には自殺するやつもおるんで、これも防げないかんし。定期的に1時間に1回とか30分に1回ぐるーっとの部屋を巡視するんやね。これと、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんっていうのは時間決まってますけど、格子のドアの下にね、弁当を入れる小窓があります、うん。そこへ弁当を入れてあげて、お茶も入れてあげてね、そういう食事の準備もしたり。あとは夕方になったら布団の出入りを立ち会う。で、あと9時が来たら消灯になって、寝ている姿ももう巡視するわけですよ。そういうね、仕事なんだけど、まあそもそもね、警察署にそういう留置場がある。で、留置場っていうのは、ある事件で逮捕されます。だこの身柄の流れ、時間経過を説明すると、逮捕されたら、48って言うでしょ ?24 時間かける2、48、48時間、2日間。2日間は逮捕期間中なんね。で、その中で2日の間に被疑者の取り調べしたりとか、裏付け捜査をしたりとか、証拠探しをする。で、次に事件装置。要、検察庁で装置っていうね、ニュースに流れますね。送検言うでしょ。事件装置。これは、身柄付きだったら被疑者と証拠書類を装置するわけ。で、装置を受けた検察官が24時間の間に取り調べしたり、捜査。まあ、検察官一人なんでね、裏付け捜査できるので、弁解録取ったりとかね、事案の真相を聞いたりとか、取り調べをやる。次に、日本の刑事訴訟法では、交留っていうのがあるね。10日の交留。再交留で10日。20日間ある。内乱罪みたいな国を壊すような事件は、こんな重要事件だった。あと5日、25日という交留がある。これ、交留というのは、そもそも、どういうシステムなんですか？交留っていうのはね、本来なら逮捕の4発の間で、取り調べもする、裏付けもする。けど、2日では無理なんですよ。2日で事件解決って無理で、殺しだったら解剖はせないか、現場検証はせないか、自白に基づいて証拠探していかないか、調べはせないか。2日では絶対無理なんです。だから、まだ捜査ができてない未捜査の捜査をやらないかんっていうことで、10日間っていう交留が出るわけ。うん、まあ、基本的にこの交留が出るのは、やっぱり逃亡の恐れもあったり、在所隠滅の恐れがあるっていうのは基本。本にあるんですよ、うんうん、逃亡の恐れとか証拠隠滅の恐れがなかったら4発で一応釈放になってあとは在宅捜査になる場合もあります。ただ重要事件なんかはやっぱり4発で身柄離すと飛んでしまうでしょ、うん、まだ未捜査の段階で問われてしまったらこれもう大変なこと。また二次犯罪三次犯罪ができたらもうこれ治安守れん、うん、だから、そういう交留があるで、また殺しとか強盗とかね、放火やったらすごい捜査が、つまらんだらいかんわけですよ。そしたら、あと再交留。新たに10日間っていう、10日未満っていうかね、裁判官が判断して交留する場合もありますけどね。この交留期間内に警察の留置場で終了すると。うん、これはね、日本の独特な制度なんですよ、実は。海外、外国だったらね、10日も20日も警察の留置場に被疑者を収容するってないんですよ。アメリカで2日なんよね。イギリスで、重要な内乱犯みたいなんだったら20日っていう規定もありますけどね。で、これはね、もともとね、刑事訴訟法じゃなくって、代用監獄っていう法律があったんですよ。これ古い明治の法律やけど。それに被疑者は交留中、警察の留置場に収容してもいいよみたいなのがあって、で、その流れで今来てるわけですね、うん。で、この長い期間に被疑者が留置されるでしょ。だから警察には刑事課があったり、生活安全課があったり、警備課があったり、地域課があったり、その中で刑務課の中に留置管理っていうのがあるわけです。だから警察官が監視をやっている。うん、だから、そういう監修したり護送する、その勤務中、職務中に暴力をやった場合に特防が発生するわけ。まあ、結構いろんな不祥事が続いてますが。そうですね。やっぱり今の警察官も人間なんで、やっぱりそういうバカだらなことを、不祥事とかね、非事案とか起こすやつもおる。ただね、それはもう一部なんですよ。うん。そのほとんどの警察官は、県民のために、国民のために命を張って頑張ってますからね。ただ、一部の人間がバカ足れないよ、うん、
そやから、警察はどないしょんなとか、ね、なんとか県警はもうダメやとかね。そうじゃないですよ。なんとか県警じゃなくて、そいつが悪いよ。だから、やっぱり、ほんまに警察もね、今採用にえらい力入れてます。俺はやっぱり、きちっと警察官という気質のある人間を採用せないかからね。うん。私の望みはね、やっぱり、この日本を守るのは警察なんでね。治安を維持していくのは警察なんで。ほんまに立派な組織であって、そして立派な警察官であってほしいとね。私は思いますね。うん。国民のためにね。うん。